あの時まあ、元妻と引き離してたら、うん、娘が、うん、あの怪我せえへんかったんちゃうかっていうのが思ってたんで、うん、怒りがもうすごくて、もう怒りを出してしまうと、うん、やっぱ犯罪になる可能性もあるし、うんうん、あれってニュースもまだ上がってないですよね。まだ上がってないですね。いや、こんなんあっていいんですかっていうと、そうですね。はい、皆さんこんにちは、隊長です。今回緊急的に動画を回してるんですけど、皆さん2歳の女の子が虐待によってひどい怪我を、もう命の危険と言っても過言ではないぐらい怪我を負わされた事件っていうのをね、ニュースでご存知でしょうか。レスキューハウスとしてもね、昨日木曜日アップしてると思うんですけど、まあそれの実の父親が親権を取ろうと今戦ってるっていうところで、その父親の方のお話を直接僕が聞きに行きたいなと。どうやって戦ってるのか、今後どうしていくのか、もうリアルな声っていうのをね、配信することで、同じ苦しみを抱えてる方、この親権問題ですよね、それと自分の大切な人をどうやって守っていくのか、それが法律がどう絡んでいくのか、そのリアルっていうのをね、今回皆さんにお伝えできたらなと思うので、ぜひ最後まで見るようにしてください。もうどうなるか僕も分かってないです。なので着いたので行ってきます。ではお父さん、本日取材を受けていただいてありがとうございます。ありがとうございます。まず事件の概要っていうのを全然知らない方はまだいると思うんですけど、はい、簡単にご説明まずしていただいてもいいですか。あ、はい。まあ、去年の11月に、うん、まあ、長男との初めての面会交流があった時に、うん、まあ、長男と久々に会った時に、うん、やっぱ久しぶりなんで、うん、まあ、車の中で、うん、まあ、送る時に、まあ、ずっと動画撮ってたんですけども、はいはい、その動画撮ってる中で、うん、まあ、ママがいきなり嫌やとか、はい、帰りたくないっていうのを言っていて、はい、で途中からもママとかに叩かれてる。あ、そうなんですか。っていうのを言っていて、はい、でどこ叩かれてるのって言ったら、うん、背中、うん、で、まあ、やっぱまだ2歳、まあ、ちょっとやったんで、うん、もしかしたらその思ったこと言ってるのかなって思ったんで、はい、まあ、足とかはって言ったら大丈夫と、うん、でお手手はって言ったら大丈夫と、うん、そしたら頭はって言ったら大丈夫と、はい、で背中だけって言ったらうんって言って、うん、いつも痛いと言っていて、うん、でその旨を、去年の12月の、うん、面会交流の時にその旨を大阪の方、うん、と朝廷の方に伝えたら、まあ、そのような証拠を取るんやったら、ふさわしくないと、面会交流をするなと、はい、でその時に僕もちょっと怒ってしまったんですけども、はい、まあ、それやったら誰が子供を守るんやと、そうですね、でなんでそんなこと言われないといけないんですかと、うん、でもそんなこと言うんやったらもう面会交流もうせん方がいいですわと、うん、でも僕もちょっと抑えてやったらもう来月、うん、まあ、今年の1月に、うん、長女と会わせてくれと言ったん で、うん、でそれで終わったんです、うん、はいはい、長女はもう今年の1月に、うん、その松村修太という元、うん、まあ、交際相手に、はい、まあ、どつかれたっていう、まあ、ニュースが流れて、はい、まあ、そのニュース見た瞬間にも名前も知ってたん で、はい、ですぐにもう児童相談所、はい、警察にも言ったんですけども、まあ、全然教えてくれなかった。でニュースで知ったんですか、自分の大切な子供が。もうその時どんな感情なんですか。もうほんまにもう12月の朝廷の時に言ったのに、はい、でなんで言ったにもかかわらず何もしてくれへんかったんや、うん、あの時まあ、元妻と引き離してたら、うん、娘が、うん、怪我せえへんかったんちゃうかっていうのが思ってたんで、うん、でもうとてももう悲しくて、うん、でも怒りもあったんで、うん、どうしようかなって思って、もう親権者変更とかしていこう。元パートナーさんが、はい、なんか暴力的なこととか、はい、カッとなるような性格だったんですか。そもそも、まあ、そうですね、離婚の原因も、うん、元妻が、はい、まあ、心理的虐待と髪の毛を引っ張るっていう虐待があったんで、はい、離婚をしようと思ったんですけど、はいはいはい、そしたらもう親権が取られたっていう。ああ、離婚してしまった。そうですね。親権ってなんで
そもそも変わってないんですか今。まあ今は、はい、親権者変更とあのこの日渡しの申し立てを、はい、2月の時点でしてたんですけども、はい、でそれ出した後に今年の3月に元、まあ、妻から、うん、あの面会交流はいつでもすると、うん、で入園式にも来てほしいと、うん、って言われて、でそれからあのいろいろ話してたらあのもうよりを戻した方がいいんちゃうかって僕が言い出したんですよね、うん、はい、でそれは何でかって言ったら、まあ、子供からしたら実の父親と実の母親になるんで、うん、よりを戻した方がやっぱ綺麗じゃないですか、うん、私、まあ、そういうふうに提案してあのじゃあよりを戻すっていう話であの取り下げたんですよね。ああなるほどなるほど。でそこまでは、まあ、僕は良かったんですけど、はいはいはい、その取り下げた後に元妻がもう一緒に住まへんとかいきなり始めて、はい、でもう子供には会わせへんと。はい、なんでなんですかそれは。もう言うたら騙されたはいって形なんですよね、はい、だから取り下げてもらうためにあ近寄ってきたって感じ、はい、それが、まあ、あのつい最近あって、はい、でも最終的にはもう5月の末にも連絡一切してないっていう感じで。ああそうなんですか。子供にも会ったも5月のゴールデンウィークが最後。風邪ひいてまだ保育園行けへんなんで、初めからそれでええんちゃうの。いちいちごねてすねんといてくれる。聞いてる？だからママそっちおらん言うてるやん。聞いてる？いやいやいや。すぐ泣く子、いやママ。うるさい。うるさいもん。この事件について、はい、元奥さんと話し合ったことってあるんですか？はい、あ話し合ったことあります。どういう話し合いになったんですかその時は？はあの時どうやったみたいな感じ、はい、でもう最悪やったんです。はい。で何が最悪やったって言ってるんですか。そのニュースになったりとか、はい、でましては、まあ、元妻が僕のことをあんたって言うんですけど、はい、あんたがツイッター書いたりとか。なんでそっちになるの。いやそうですね、はい、でもうそれであんためんどくさいわってずっと思ってたわって言ってたんですよね。子供じゃない、やし、まあはい、あの子供のその時の怪我見せてほしいし見せてって言ったら送ってきたんですよね、はい、でまあ一応いろいろ時系列とか、はい、全部確認したいしっていうのを全部聞いて、はい、あの僕があの書面で作って、はい、で間違いがないかどうかだけあの確認して、はい、で間違いなかったら日付と名前と母印でサインを書いてくれって言ったんですよね、はい、それがツイッターにも載ってるやつ、うんうん、本当に申し訳なかったとか自分のせいでとかそっち系ではなかったってことですよね話し合いが。そうです。最終的には私の何が悪いんか分からへんわって言ってたんですよ、うん、やばい。今の衝撃的すぎて。そういう話し合いどうなったんだろうってすごい気になってます。 あれってニュースもまだ上がってないですよね。まだ上がってないですね。いやこんなんあっていいんですかっていうと。そうですね、はい、悪いと思ってへんって言われた瞬間にもう、はい、僕がもう我慢できるようになって、はい、我慢できるわけないじゃないですか。いやお前が選んだ男やろって、はい、でそれであのなんであんな怪我されなあかんねん子供がって、うん、お前のせいやんって、うん、もし前から虐待あるんやったら、うん、実家近いんやから逃げれたやろ、うんうん、で好きっていう感情だけで一緒にいてたやろって、うん、でそしたらもうはいはい面倒くさいとか流されるみたいな、あしらわれるみたいな。そうですね、やばいっすね。でまあなんで向こうが親権を欲しいかって言ったら、はいはい、周りの目を気にするんですよね。まあそっちですか。そっちです。で女性の方って、はい、やっぱり変な目で見られるじゃないですか。世間では母親優先やのに、うん、あの子供が取られた、うん、ってことは問題があるんじゃないかっていうのを見られるじゃないですか。まあ世間で言うと親権離婚したら親権はお母さんがベースですもんね基本認識はね。そうです、はい、だしそういうのもあるし、はい、あとはあのお金ですね、はい、養育費、はい、まあ、あの別居してるときはあの婚姻費用、うん、母子手当とか、うん、で児童手当、うん、まあ、そういう制度が使えなくなるっていうことも。あそうですね。そのお金で自分の欲しいものをいっぱい買ったりとか、ブランドで言ったらまあルイ・ヴィトンとか、はいはい、グッチとか、はい、そういうのが好きでなんかあのいろいろ買ったりとか。でも子供は同じ服ばっかなんです。マジっすか。靴も毎回同じなんです、うん、だしこれ以上服持ってへんのかなって思うぐらい、うん、であとはその面会行動に気づいたのは、はい、あの長男の歯がもうめちゃくちゃ溶けて細くなって、はい、なんで多分歯なんであの歯磨かしてもらってへんから、長男に聞いたら、はい、そんな磨いてへんと、ママにやってもらってないのって言ったらやってもらってへんって言って、はい、言ってたんですよね、はい、で実際にもうほんまに歯が溶けて細くなってるんで、はい、で多分もう虫歯あります、3歳でそんなん2歳3歳なんか自分でできるわけないじゃないですか。そうです。長男もうあの事件になるちょっとさそれよりかは軽症かもしれないけど、はい、被害あった可能性大いにありますよね。あそうですね。去年の3月から虐待あったんで
あ、それももう明確に。あ、それはあのその元妻が言ってたんで、去年の3月からその事件まで毎月あった、毎月とかまあ毎週とかまあほぼ毎日です。で、どれぐらい期間なんですか。だから3月からというと約1年ぐらいですね。やば。今年の1月の事件で、はい、去年の3月でまあ約言ったらまあ10ヶ月。はい。ずっともう虐待をあったっていうのを認めているんですよね。そうですね。で、安全じゃない場所っていうのも把握して、でもそれでも好きっていう感情があるから今まで許してきたと。ああ、元じゃあ今交際相手の方の方が好きだと。あ、そうですね。だからやめてねって言って、交際相手も分かった、もうやらへんみたいな感じで言って、はい、その日は仲直りして言い続けたみたいな感じなんです、はいはい、そうです。で、まあツイッターでの方でもお伝えはしたんですけど、はいはい、まあ、不起訴っていう、普通に考えたらあの怪我やったらありえないじゃないですか、はい、でも不起訴になった理由っていうのは、うん、僕の中で要するその元妻の性格を知ってるんで、はい、まあ、元妻が長女にあの怪我を負わした、はい、でお互いその当時もあの好きやったんで、男がかばって、ほう、であの酒を飲んでたっていうのもあるし、うん、まあ、それであの記憶がなかったって言ったりとか、あと被害届出さへんかったら捕まることないっていう話絶対してたと思うんですよ、ね、で、あの、まあ、警察行って、で警察でもあの1週間で釈放されてるんですよ、とか、はいはいはい、被害届も出てない状態で、多分示談で済んだんでしょうね。あ、でその後にあの不起訴になったんで、はい、だしあの絶対あの逮捕されるようなことはさせへんし、うん、っていう話で多分やってたと思うんですよ。じゃないと不起訴にはならないんですよね、絶対に。うん、まあそれはそうですよね、あんな怪我なってて。だし、でその時警察官とかはすごい協力的やったんですか。なんか元旦那さんに連絡とか来ないんですか、こういうのって。いや、来ないんですよ。あ、来ないんだ。なんでまあ直接言ったらまあ教えられる範囲でまあ教えてはくれたんですけど、した話ではまああの顔が腫れてると、はい、で あ, のあざがあると、うん、でおでこは腫れ上がってる、うん、っていうのだけは聞いたんです。あれは脳とかにも今のところも影響はなかったんですか。いや、それは分からないんです。あの事件当時の、はい、あと元妻は一切あの病院に連れて行ってないんで。やばいっすね。もし、 あのもしかしたらあの、まあ、内側、はい、まあ、脳本体とかに異常がある可能性もあるし、ね、うん、もしかしたらあの突然死する可能性もないとは言い切れないんで、うん、打ちどころ悪かったら本当に亡くなってますよね、正直。しかもあの2歳になったばっかやったんですよ、はい、12月までなんで、はい、その誕生日の次の、まあ、もうちょうどほんまにもう丸1ヶ月ぐらいなんの出来事なんで、うん、私ほんまに生きててくれてよかったなってめちゃくちゃ思いますね。まあ、だから生きてる今だからこそしっかり戦わなあかんなって思ってるっていうことですよね。先ほども言ったんですけど、元妻が事件の実行犯じゃないかっていうのも他にも理由があって、はい、その2月ぐらいにその交際相手に、うん、お前のせいでニュースになったやんけって言われたらしいんですよね。それで一旦離れてるんですよ、2人は、はい、ヤシ僕とヨリを戻してたんですよね。でそのお前のせいでニュースになったやんけ、うん、なんでこう普通やったら自分がやった立場やのに、うん、あの自分が悪いっていうの分かるじゃないですか、うん、それなんでお前のせいって言うんやろなって思ったらもうそこで結びついたんですよね、うん、元妻がやったと、うん、でかばったけどニュースになったやんけ、うん、名前も出たやんけ、うん、どう責任取んねん、うん、っていう話に多分なったやと思います。でしかも不起訴にもなってるっていうところもね、それに繋がってきますね。確かに。まあ、今はあの仕事行ってないんですよね。あ、はいはい、でそれは何でかって言ったら上司からあのきついあの注意を受けて、うん、で それが嫌になって仕事行かへんくて、でそれを理由にしてあの会社の人らに休むって言えへんから、僕が子供を虐待してるから裁判中なんですと、はい、はいはいはい、っていう理由で仕事を休んでるんですよね今で、はい、まず虐待する時もないし、うん、まず離婚してんのにいつできるんやっていう話なんですよね、うん、子供の親権とか決まらへん限りは離婚なんてできないんですよ、うん、法律上、うん、別居してんのは2年前なんですよ、うん、で離婚がやっと成立したのは去年の9月になるんで、まあ、そういう嘘を言ってるんですよね。元妻が働いてるところにもその僕の友達の友達とかも働いてるんで、それで情報が回ってきて、で店長さんに確認したら現在来ていませんと、うん、でもしあのそういうことがあったらあのまたご連絡してお伝えさせてもらいますっていうことやって、うん、まあ、そういうふうに言ってるのは事実でしたね。クソやな思って、はい、そんな嘘通じひんのになります。それは戦わな気が済まないですよね。そうですね。でも事件あって1週間で釈放されたいうことで、はいはい、そうですね。保護観察ですよね、あれ。あ、そうです。なんか保護観察っていうのは元妻から聞いたでも、はい、ほんまかどうかは知らないです、はい、
でも一応そういうふうに聞いたから、まあ、ツイッターの方に流したんですけど、うん、その釈放された日から1月の末まで、はい、夜遅くまで一緒にオンラインゲームしてるんですよ。娘があんな怪我してるのに、はい、それも見つけた瞬間にもうよりも怒りがすごくて、もう怒りを出してしまうと、うん、やっぱ犯罪になる可能性もあるし、うん、ネットの方も言ってはったんですけど、うん、そうしてしまうとやっぱ法に触れて子供にも余計になるし、神経じゃ変更もできなくなるから、うん、まあ、それはもう遅いて、で、まあ、もう相手をどう懲らしめようと思うと、うん、もう今の日本の法律を使ってもうやっていこうっていう形にしようと思って僕はもう抑えてるんですよ、うん、いやもうすごいですね。そこからどうしていくんですか、じゃあここからその親権者変更 と、 もう、この引き渡しと監護権者の変更っていうのは、はい、もう審判で出す形になる。それで通るもんなんですか。逆に通らへんかったら同責任取るんやっていうのは裁判所に訴えます。あーっていうところで戦っていくっていうところ、ね、早ければ多分早ければ、うん、8月中には出る予定で、うん、遅ければまあ8月中、うん、なんで今実装は動いてないんですか、まあ、そういう環境がまだ子どもたちの真横にあるって、そこは僕許せないんですよ。多分ツイッターにも流してたんですけど、はい、ツイッターに僕が配信してること、はい、元妻は、うん、その彼氏のことが好きやから、うん、僕が嫉妬して怒って出しやってるんちゃうかっていうアホなこと言ってるんですよ。だし自尊にも多分その彼氏のことがまだ好きやから、うん、多分元旦が怒って、うん、それに自尊に通報したりとかツイッターとか書いてるんちゃいます、まあ、嘘流されてるみたいな感じを言ってるんですか。そうですね。だし自尊は動かないんですよ。だし動かへんっていう理由がやっぱ親権者じゃないからだし、はい、動かないんですよ。いやこれ怖いなほんま。こんなあっていいんかな。僕はもう SNS で広めて、はい、とりあえずもう広めていって、はい、助けてもらったりとか、はい、で、まあ、あとはその児童虐待というのはどういうものなのか、うん、で軽症って言える怪我なのかっていうのをみんなに知らせていって、うん、知ってもらうことが大事だと思って、うん、SNS を始めたって感じ。なるほど。それで今署名活動とかもされてるっていうことで。あ、そうですね。本当に一人でも多くの方がね、うん、こんなことあっていいのかってもう全員が思ってることだと思うので、もうそのアンチっていう人はもう一人もいいんだね。まあそれはいないですよね。そうですね。いや本当お父さん頑張って戦ってほしいなっていうのと、まあ、レスキューハウスでも何かお力添えできることがあれば今後も全面的に協力するので、はい、いつでも言ってきてください。はい、今虐待死につながる前にできることっていうところで今回このお父さんのお話を聞けたんで、はい、今同じ境遇に立ってる人とか、はい、今同じ虐待の環境で悩んでる人とかは、はい、絶対にすぐ立ち向かった方がいいですよね。法律をもとに。そうですね。ありがとうございます。お父様引き続きよろしくお願いします。